コンビアサ航空2350便墜落事故は2010年9月13日にベネズエラで発生した航空事故である。サンティアゴマリノカリビアン国際空港からマヌエル・カルロス・ピアル・グアヤナ空港へ向かっていたコンビアサ航空2350便が着陸侵入中に墜落し乗員乗客51人中17人が死亡した。 事故機の ATR42 から320は1994年に製造番号371として製造された。ギルエアウェイズ、エアウェールズでの運用を経て2006年9月にコンビアサ航空が購入した。総飛行時間は25000時間以上で27000サイクルを経験していた。2350便には 乗員4人と乗客47人は搭乗していた。死者数は当初14人と報告されていたが、すぐに15人に修正された。その後、負傷により2人が死亡し、最終的な死者数は17人となった。34人が事故を生き延びたが、パイロットは2人とも死亡した。後く13時29分、2350便はサンティアゴマリノカリビアン国際空港を離陸し、 15000フィートまでの上昇を許可された。14時、パイロットは機体の制御に問題が発生したと報告し、11000フィートへ降下する許可を求めた。16分後、パイロットは空港から20海に地点を高度6000フィートで通過しており、マヌエル・カルロス・ピアルグアヤナ空港の滑走路07への直線侵入を行っていると報告した。 14時23分、パイロットは管制官に緊急事態を宣言した。管制官は2350便に状況を引き返したが、パイロットからの応答はなかった。14時24分、滝が滑走路07の侵入経路上に煙が上がっていることを報告した。目撃者は2350便が送電線に激突し、工業地帯に墜落したと証言した。 付近の製鉄所の作業員と消防士が生存者の救出を行った。調査はベネズエラの調査当局主導のもと行われた。また、フランス航空事故調査局と ATR が調査の支援を行った。2014年12月30日、ベネズエラの調査当局は最終報告書を発行した。報告書では推定原因として、 中央上院警告システムの誤作動による失速警報の作動を挙げた。また、脆弱なクルーリソースマネジメント、状況認識の喪失意思決定能力の欠如、システムに関する知識不足などが事故に寄与した。事故時、機体は失速警報の誤作動と昇降打の切り離しという二つの問題を抱えていた。ATR42-72 には、 プムという機構が搭載されていた。これは片側の昇降打が故障した場合などに作動するように設計された機構だった。2350便では左右の操縦管にある一定以上の相反する力がかけられたためにプムが作動し操縦管の連動が切り離された。プムの作動により基調席側の操縦管では左側の昇降打のみ 複操縦士席側の操縦桿では、右側の操縦桿のみしか操作できなくなった。そのため、スティックプッシャーにより下がり気味になった機種を上げるには、左右の操縦桿を同時に操作する必要があった。失速警報の誤作動とプムの作動が同時に発生する可能性について、製造元の ATR はマニュアルなどに記載していなかった。これにより、機長にかかる負荷が増えた。 ベネズエラのウゴチャベスは3日韓国を挙げて猛に二服すと述べた。2010年9月13日、トリニダード・トバゴ民間航空局はコンビアサ航空のトリニダード・トバゴ乗り入れを禁じた。事故当時、ベネズエラのマルガリータ島に乗り入れていたのがコンビアサ航空だけだったため、トリニダード・トバゴ国民がマルガリータ島に取り残される懸念が発生した。2010年9月17日、 ベネズエラ政府はコンビアサ航空の運航を停止し、機材の点検を行うよう命じた。コンビアサ航空は少なくとも2010年10月1日までは運航が停止されたままだろうと述べた。ありがとうございます。